はい、どうも、こちらひかるです。パズマリ実況やっていきまーす。ワールド3の5。そろそろ他色が出てくるかなという感じですけど、他色パーティーのリーダーが出てくるかなって感じなんですけども、今回は、まあ全ドロップあるんで、やっぱアイスマリオでしょうね。やっぱもうアイマリなんですよ、僕の時代はね。もうアイマリから始まってね、アイマリで終わるみたいなとこあるんでね。まずい、これなんかわからんけど、タッチペンがないぜ。タッチペンが目の前にないぞ。ちょっと今回タッチペンなしで行くしかないわ。タッチペンなしで いけるんかな?指でいけるか。指でいきます、今日はね。ちょっとタッチペンが見当たらないです、ちょっと。指でいけるんかな?あれ、反応するわ、普通に。オッケー。ちょっとやりにくいけど、なんか見にくいな。俺の指が、ドロップを見えへんようにしてまうみたいな。まあ、昔でも俺ね、iPad でやったときは、パズドラを、指でやってたんですよ。だからそう考えると指でもできんことないのは確かなんですけど、確かに。ただちょっと見にくいな、こうサイズ的に。ちょっとわからんな。まあええか。なんとかこのパートだけはちょっと、ね、指で勝ちます。指勝ち。タッチペンが見当たらん。結構強なったぞ、マジで敵が。ガチで敵強なってっとる、ほんまに。いや、マジで敵がほんまに強いわ。おい、来たー。結構指も悪くないかも。確かに動かすのは指の方がなんか動かしやすい。ただ見にくいっていう。すごい。まあ、DS のその下画面がちょっと iPad と比べたら狭いからな。やっぱり。でも指でも全然できますね。タッチピンをなくした人でも楽しめるゲームなんですね、これは。なるほどね。ミスター。ミスター。おぉ、ミスター。ミスタックウィブー。はい、はい。まあ、イランドロップ消しておきます、どんどん。まあ、このアイスマリオのチームは、水ドロップしかいらないんでね。赤の子に、緑の子に、緑の子。緑の子、赤の子、緑の子、緑の子、赤の子、緑の子、ミッドナイトタウン。ミッドナイトタウン。へい、へい、へい、へい。よっしゃ、全体攻撃、ミッドナイトタウン。あ、危ない、ギリギリ倒した。ギリギリでいつも生きていたいで、俺は。オッケー、レベルアップ。赤パタパタ、青の子の子、赤パジャマ、黄パジャマ、青パジャマ。水がギリギリあるんかな、そこに。あー、ちょっと見えんかった。タッチペンみたいな欲しいな、やっぱり。ボールペンでいけるかな。あ、いてててて。あ、強っ。あ、いける、ボールペンでもいけるやん、これ。ボールペンでいこう。先っぽ使わずにボールペンで。いきまーす。ちょっとまずいな、これでも。ちょっとまずいな。あ、危ない。はい、はい。あー、危ない。よかったー。おー、危ねえ。それで HP 回復すればやばいって。まあ、ここでも回復力も高いマリオなんでね。アイスマリオがいるんでね。1.5 倍ぐらいになってるんで。お跳ね落としたラッキー。結構これね、進化アイテム落とさないんですよね、なかなか。だから、結構レア。進化アイテムはマジで。うん、頑張れ。はい、はい、はい。オッケー、バイツ縛るつ。ダーツワ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 ー。痛い。何?逃げる?お前逃げるんかい?そういう系?そっち系なんや、あいつ。逃げたりするんや。まあまあ、最低限。オッケー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 。よし、オッケー。ちょっと火力がマジで足りひんな。ちょっと最近、思うけど。もうちょっと欲しいな、火力。ボスか。うわ、来てしまった。わー誰で。お、バタクリボー?パックンフラワー。パックンフラワーめっちゃ欲しいな、俺。よし、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 よし。いったっしょ、なんぼか。いってくれ!HP 高っ!これまずい。マジで ?HP 高っけ?これまずいぞ!あ、これまずい!やばいやばい。やばいやばい。ドロキー。敵強え。よし。
まあ、HP 回復しとこう。ほら、行くぞ。あー、ちょっと待って待って、迷った。おー、マジ。まずい。あー、半属性なんか。おー、強え。なるほどね。あー、もうなんかもうこれ、手が回らん。危ねえ。よし。ああ、なんもない。もうそれ、ダメだ。よし。え？大丈夫。いけるぞ。あ、ちょ、なんかあかんぞ、もう。全然あかん。ボロボロや。まずいぞ。うん。これは。ルイージタイム、結構ええぞ、これ。よし、オッケー、はい。オッケー。強いだろう。やば、勝ったけど、効かなーい。危な。攻め込むぜ。おいえい、マリオタイム。おいえい、ノコノコタイム。こんだけ揃えば絶対に負けん。来い、おっしゃ、来たー。爆撃連鎖。オッケー、マリオタイム。ルイージが初めて役立ったわ。危なかったー。お、パタパタなのにこれでかいで。よーし、危なかったですよ、マジで。いきますか。ワン。てっててーん。でれれれ。3-6。おー、ウルトラキノコが手に入る。あ、ゴールデンキノコか、あれ。回復なしコース。あ、マジで。回復ないんか、ここ。ちょっと怖いな。火力が低いねん、だいぶ。このパーティー。と言っても、言うても一緒か。あー、どうしよう。行くしかないか。ちょっとそろそろまずなってきたかもしれん。しかもこういう時に限ってタッチペンがないっていうね。まあ、ええか。レッタゴン。まあまあ、ボールペンでも、いけんことないかな。ギリギリ。よし。ワールド3-6ね。回復ないってことは、ダメージ受けたらもうあかんってことやから。よし、最低限、まあ、これで。うわ、行き過ぎ。あ、消えすぎやって、水。水がないんやって、消えすぎやって。いや、そら、勝てるわ。まあ。最初大事やからな。うん。オッケー。きっちりこれ、スキルダメしていかないやばいかも。まずいかもしれんね、これ。わからんけど。同じ色の色をたくさん消そう。まあ、別に、緑と赤全部消していくか。まあ、これで十分。かな？オッケー。いっぱい来たで。ハンマーブロースタイム。まあ、こいつまだ一発目攻撃してくんけど。あー、ちょっと待って。うおー。ラッキー。まあ、なんぼかいったな。あー、ギリギリ勝てるんやな。オッケー。なんとかいけど。一旦多いな。あー、ちょっと待って。めっちゃ贅沢魚入ったけど。オッケー、ラッキー。いや、いいね。やるね。ワン。全体攻撃。まあ、一応水ドロップも4つあるから、なんとかいけるかな。よし。オッケー。最低限。いいよ。同時に5個消そう。楽勝やろ。3。あ、待って。水消えすぎ。あー、消えすぎ。おー、でもやばい。おー、光った。
させていただきました。お、パタパタ跳ね。でかいでかい。オッケー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 。いいよいいよ。お、これ欲しいな。2、3ターンか。まあ、とりあえずイランドロップを消しながら。ほっ、ほっ。オッケー。まあ、最低限のことはできたかなということで。ここで、焦らず行きたいな。焦らず行こう。オッケー。いいね。油断せず行こう。おっしゃ、いいよ、いいよ。おー、めっちゃ消える。オッケー、完璧かった。これでかかったな。うん、よかったな。落とせ！落として。おお、落としてないんかい。落としてないんかい。落としてないのかよ。やったー。コインゲットだぜ。トロン、トロン、トロン。赤パタ、赤パタ、クリボーで。赤パタ、クリボーで。必殺技下残しながら倒したいな、俺、できれば。こんな感じで、どうでしょう？水曜どうでしょう？あー！まあ、ギリギリね。うわ、結構やるな。まあ、言っても知れとけどな。よし。まあ、この、下の、必殺技を残しながらね。あれで一撃決めるからね。スキルまたまらんか。ラストスキル貯めたかったな。緑いっぱいあるからな、ここ。一匹か、二体か。マジか。あー、そうくる？結構強いな。まあ、これ全体攻撃かますか、ここで。うん、それがいいな。よし。最低限、コンボ。オッケー、オッケー。もう一回。あー、くっそ。いや、でもだいぶ強いぞ。きたー、強えー。バーストめっちゃ強えわ。余裕やん。バースト50強いわ、これマジで。ちょ強ちょい2マジで。あの光ったやつを消すとほんと強いっすね。うん。まあ、のこのこね。まあ、いらんねんけどな、メットものこのこも。まあ、レベル5やったら、まあ、パワーアップに使えるんかな。よくわからんけど。来ましたかー。ついに来ましたか。ボス戦。え、マリオさん、分かれ道を好きな道行けるようになりましたか？分かれ道では回復やスキル発動に必要なターンを減らすことできません。あ、そうなんや。注意してくださいね。最初言っとけよ、それ。結構俺スキルダメしょってんやんけ、あそこで。減らせんのかよ。お、全部出てくるな。回復もあるな、きっちり。オッケーオッケー。回復なしコースマジでやめてよ。あの、やっぱ必殺技を使えるかどうかがポイントやな。で、コンボをいっぱい組めば必殺技が、の光ったやつが出るっていうね。光った水を使ったらめっちゃ強かったもんな、さっき。8、2万ぐらい食らったからな、1人あたり。あ、スキルダメできる、ここ。した方がええかもな。スキルダメしていこう。まあまあ、スキルダメした方が大事ですからね。まあ、どれぐらい食らうのかちょっと見てみようか、ちょっと軽く。これぐらいにしとこう。よーし。オッケーオッケーオッケー。ええぐらいええぐらいええぐらい。頭はこれで。これでいけるっしょ。いけない。うーわ、またこれ。まあいいけど。全然構えへんけどさ。構えません、こう。よし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 。オッケーオッケーオッケー。よし。まあ、結構これでスキル4ターンぐらい溜まったね。でかいっすね。どうすん？うわ、めっちゃ欲しいこいつ。絶対強いやん。光属性なんやぞ、どうすんって。強そう。どうすん、おったな、せいば、今思ったら。これ結構全員やっぱ再現されとんか、これ。最初のターンはどうすん攻撃してこんから。まあまあ、結構余裕で。あー、ミステイクまあまあ、ちょっとこれ一撃強そう。え？あ、そういう系？大ダメージ当たれへん系か、こいつ、もしかして。あ、ぽい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 ぽ
なんぼから耐えれるんやこいつダメージ。あれ結構普通に通ったぞ。なんやったやろ、まあ、結構普通に余裕やったな。落とせよドッスン。ドッスン欲しいなあれ。あれめっちゃ絶対強いやろ。水と赤火でいこう。ええー、マジで何しよう何しよう何しよう。水しかないかなこれもうマジで。オッケー。ああもう水消しすぎ。ただ水の質を下に溜めてるんでね、これをボス戦まで一応持ち越していきたいと思います。持ち越していくわ。これをこれを使わずにいくぞ。よし、まあまあ、オッケー、いいね、うん、よかったね。ほっ、まあまあ大丈夫大丈夫全然大丈夫。よし、死んでないんかい。まあ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 、よし、オッケーでしょう。あぶね、水落とされたらあかんな、その上に。オッケー、いい感じで来てますね、今のところ。もうきっちりスキルも溜めながら行ってるんで、まあ、ボス戦なんでね、一応気をつけてます。油断して負けるのは嫌なんでね。できる限り、骨メット、骨メットか。一つは使いたくないんで、これを置いときながらですね。あか、ミスた。まあまあまあ、片方は行くんじゃない？よし、片方はね。これが一番いいで、これぐらいがちょうどいい。一番大事なのはこれぐらい与えることです。まあ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 多分勝ったんじゃない。いよーマジか。メットおお溜まっとるかスキル。スキル溜まってるんでもう楽勝ですねこれで。はい、オッケーでーす。いや、やばいぞ今水のこのドロップがありまくりで。いや、これいったで。もうすぐボスやろ。ドッスン、また、次5ターンってことは多分これもっと重なった感じか。これいったっしょ。あ、これ絶対いったわ。きたー !8 コンボードッスン撃破ーおらーいいねー。これこいつコンボ数なんかもな、もしかしたら。コンボ数かダメージどっちかやないのな、ダメージ与えれるには。結構敵続くね。マジか。まあ、いったか。水ドロップ2個はでかいっしょ。まあ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 、最低限最低限。まあ、多分いけるし、かな。よし、オッケー。オッケー、いいね。下にきっちり必殺を残しながら行くっていうね。このプレイング、華麗なプレイングね。お見せしますよ。もうすぐボスやろ。この次か。あー、来た、この次や。ここは、マジで。先生？あー、結構来るな。まあ、回復あるから回復しといてもいいけど。とりあえず、ここ全体攻撃で乗したんやけども、スキル使っていくか。これ行きます。まあ、ここはね、全体攻撃で行きます。これが一番効くと思う、多分。おう、おう、まあ、大丈夫か。弱点やからな、これ。きた、オッケーオッケー、弱点やからな。さすが弱点は強いで。さすがさんでーす。あー、待ってくれよ。オッケー、バースト。バーストオッケー。よし、勝った。行くぞ。ついにボス戦やってまいりました。誰でしょうかボス。ん、誰これ。おお、モートン。モートン俺結構好きやねん。好きやけどボコボコにしたろ。見てもこれいきまーす。変換をね4枚積んでるってやばいっすよね。よーし、もう一気に行く、行こうか一気に。これいけると思うで、必殺あるから。マリオタン行くぜ、マリオタン。あー、もっともっともっと
いやでもめっちゃ強いわ。1枚いった。しかも弱点。お、ビビらしたな。コインかよ。モートンさすがお父さんはな、そら。ボスキャラとしてやばいな。でもこれ絶対モートンもおるよな。キャラで。クッパジュニアとか絶対おったら使いたいな。かっこいいやろな、あいつ。お、誰？新しいやつ。おー、マジで！うわ、ドッスンゲットしたー。ドッスン落としとったんや、お前。星属性のドッスンゲット。これ嬉しい。ドッスン絶対これ強いって。なんかわかるもん、俺強さが。あ。第二形態モートン来たか。来たか。ちょっと強化されたモートン来ましたね。戦艦モートン。ドッスン欲しかったんやって、ドッスン。いやー、ドッスンゲットできると思わなかったな。一番ゲットしにくそうなやつゲットしたな。やったー。プクプクとかの前にドッスンゲットしてもらってね。お、え、キラーとボム兵おる。やば。うわ、キラーとボム兵おるやん、ここ。うわ。マジで。ちょ、待って。ドッスン見ようか。見なあかんね、ドッスンは。え、レベル25。進化する、こいつ。敵全体に攻撃の半分ダメージを与える。ってことは、133。なんかあんま強ないぞ。でもちょっと進化後はわからんからな。ちょ進化後見に行こうか、ちょっと。ドッスン進化して何になるん？ちょ待って、ドッスン進化後とかよくわからんねんけど。何？ファイアドッスンとか？そんなさすがないか。アイスドッスンとかさ、おったらおかしいよな。何やろ。ドッスンの進化後って何なんや。ドッスンには確かに大中小あるけどさ、多分。ビッグドッスンとかか。何やろ。お、デカドッスン、そのまんま。おい、持っとるやん。あ、敵全体に攻撃部のダメージ与える。お、進化できる。デカドッスン、回復ゼロやけど、体力がだよな。めっちゃ体力高い。光と闇のドッスン。メガブレス。で、これ多分進化したら、超ビッグドッスンになるやろうから。まあ、わからんけど、固定ダメージ与える。まあまあまあ。あれか。ガマネとかに対しては有効かな。まあ、固定ダメージもまあ、場所によっては強いと思うんでね。しかも能力が結構高かったの、ドッスン。しかも見た目がかっこいいから。まあ、光タイプ使えたら入れたいな、ぜひ。はい、というわけで、とりあえず今回はね、モートンの、最初のモートンを倒しました。で、ドッスンもゲットできたんでよかったかなと。で、次ここですね、このボスエリア。3のラスト、モートンの強化バージョン、モートン強と名付けましょうか。を、撃破しに行きたいと思います。しかも、キラーとボム兵があるんでね、ちょっとこれ手に入れたいですね。まあ、とりあえず今回はこれでじゃあ終わりたいと思います。ありがとうございました。